行かなきゃ。よいしょ。さあ講義をやろうかな。2時間目に新聞紙とコピー用紙2枚、ゼロテープもしくはビニールテープを使って授業を行いますので準備をしておいてください。以上です。はい、皆さんこんにちは。これから最終講義を始めたいと思います。今日の講義はビデオなので、好きな時に休んでトイレ等行っていただけるといいと思います。しかし早送りで飛ばして見てしまうと内容がわからなくなってしまったり、することがあります。注意してください。世の中はコロナ禍、大学の授業に関してもリモート授業が多く行われました。かくいう私も体操の授業をビデオ撮影をし、そして説明をつけて、発信、そしてそれを見た学生がそれについて、レポートを書いてくるというような授業をさせていただきました。最初はかなりの時間を費やしましたが、だんだんと慣れてくると、いろいろなテロップを流したり、楽しいなというように感じるようになってきました。この最終講義も本来ならば教室でやるはずだったんですが、多くの方々が集まるといけない、そして人数を制限してもまた申し訳ないというように思って、今回はビデオで撮影してリモート最終講義ということになりました。よろしくお願いいたします。それでは1次元目、私と体操ということで、私が生まれてから大学に就職するまで、そして就職してから36年間大学でどのようなことを行ってきたかということを簡単に説明させていただきたいと思います。1955年昭和30年9月25日東京都大田区西蒲田で、父智和、三重県津市出身と母真知子、大阪府船場出身の次男として生まれ、兄弟は3歳上の兄正和。写真を見ていただけると分かると思いますが、まあ皆さん小さい頃は可愛らしいですよね。赤ちゃんですからね。幼少期は小児喘息に苦しみ、発作が出るたびに医者を呼ぶという生活を送っていました。発作が出ると30分ぐらい咳が止まらず、夜中も寝れない、そして息が吸えない、そして苦しくて暴れ回る。うちのお袋もそれは大変だったと言っていました。注射を打ってもらうと発作がすぐに収まる、もしくはメプチンという、ご存知かもしれませんが、シュッと口の中にやって息を吸う薬があります。これが非常に強い薬で、それをすると大体10秒から30秒ぐらいで気道が開いて息ができるようになります。まあ、そういう病気ですね、喘息というのは。それから体が温まると血液がこうよく回ってくると、その喘息の発作が出やすいということで、運動もなかなかできない、運動すると咳が出て発作が出てっていう悪循環ですね。体力もどんどん弱っていく。でそういう中で、たまたまうちから自転車で10分ぐらいのところに池上本門寺というところがございまして、でそこで1964年オリンピック、東京オリンピックですねが行われた翌年に、体操競技で金メダルをたくさん取られた小野隆先生が池上本門寺で体操教室を
するというチラシが入ってまいりました。その入ってきた新聞の広告ですね、チラシをうちのおふくろがこう見てたわけですね。なんか薄っぺらい、よく漢方の宣伝で入ってくる縦書きの紙があって、ああ漢方のやつだなまたと思ってくしゃくしゃにしてポイッとゴミ箱に捨てたそうです。ところがパッと何か気になって、その捨てたところの端っこちょっと見たら、そこに小野隆っていう名前が出てて、え、小野隆さんって体操で金メダル取った人だよねと思って、広げてくしゃくしゃになったのを見たら、池上スポーツクラブというのが今度できます、体操教室をやりますので来てくださいっていうチラシだったんです。でそれを拾わなかったら、まあその後どうなってたか、そこは非常に私にとって運命の分かれ道になるんですね。その体操教室ができる一番最初に入れる受付の一番で並んで、そして、第1号で入れたということは大きかったと思います。そしてそこに通ううちに、最初はもう簡単なラジオ体操みたいなこととか、マットででんぐり返しとか、そういうとこから始まったんですが、半年ぐらいするうちに、発作が出なくなってきたんですね。で動いても温まっても発作がなかなか出ないんで、あ、これは良くなったっていうことで、どん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 続けて調子に乗ってですね、やってきました。そして中学校の1年になった時から、本格的に体操競技の方に入り、試合なんかにも出るようになってきたということです。5年生の時に書いた作文が残っていました。ウルトラシーという題名で、一流選手を目指して試合を見に行った。音が聞こえてくる体育館の中から、そしてそれを聞いて、ああ僕もウルトラシーをやってみたいな、要するに一流選手になりたいなっていう志を秘めていたことが分かる作文です。中学校に入って本格的に練習を始めたんですが、2年の時にですね、鉄棒で折り技の練習をしてた時に頭から落ちました。病院に翌日病院に行ったんですね。なんか背中が息をすると痛いということで、翌日病院に行ったらば、胸椎の圧迫骨折ということで1ヶ月の入院を余儀なくされました。ギブスを、こう体にギブスを巻いてですね、で動けないようになって、そして寝たままです。絶対安静ということで、幸いしびれはなく、1ヶ月で退院して、その後また練習をすぐに始めて、少しずつですね。そして2月にやって5月の試合に間に合いました。5月には、全中大会、全国中学生体操競技選手権大会ですね、第1回の中学生選手権で、の予選が5月にあって、で東京は開催地だったので、2人まで出れるということで、なんとかギリギリ2位になりまして、全中大会に出場が決まりました。怪我をした翌日まで練習をしていて、そしてまた麻痺が出なかったこと、それから退院後1ヶ月の試合で予選を通過して全中大会に行けたことに対して、お医者さんもとってもびっくりしていました。全国中学校体操競技選手権大会の成績は個人総合で第2位、銀メダルですね。そして床が7位入賞、跳び箱優勝金メダルです。鉄棒が2位、銀メダルです、という思ってもない良い成績を収められました。私も驚きましたが、皆さんも驚いていました。中でも跳び箱優勝ので行った技は、ここにも写真が残っておりますが、その頃誰も行っていない新技だったので、スポーツクラブの中では北川跳びと言っていました。私はこの全中大会の後、現役引退し、39歳からまた社会人大会に出て、そして59歳で2度目の引退をしています。その間もずっと側転からの後方宙返りのこの技をやっています。
59歳の時までやっていましたので、最初に始めた時から計算すると46年間、やってたわけですね。これは、ギネス級だと思います。登録したら通るかもしれません。空中感覚の話を少ししたいと思います。私は入会してから高校3年までの10年間毎日トランポリンで1時間遊んで2時間体操の本練習をして、そして終わってからまた1時間トランポリンで遊ぶのが日課でした。まあ遊びといっても結局は練習になってるんですけど、学校から帰るとすぐに着替えて池上スポーツクラブへ行って、まだ誰も来ていない時にトランポリンよく一人で組み立てて独り占めしてやるのです。多くなってくると順番がなかなか回ってきません。それなので早く行って一人でたくさんするわけですね。練習はとてもきつかったですけど、その前後のトランポリンがとても楽しかったので体操を続けられたと言っても過言ではないかと思います。よく友達と遊んだ、八百屋という遊びゲームがあるんですけど、一人の人が例えば1回宙返りを1回やります。次の人はその宙返りに何か一つもう一つ加えて終わりです。3人目の人はそれにもう一つ加えてということで 3C をずっと増えていくわけですね。で、例えば2人でやっても3人でやっても4人でやっても5人でやってもいいんですけど、だいたい3人から5人ぐらいでやってました。順番がどんどん回ってきます。次は何だったっけな、あれとこれとこれとこれ思い出しながらやって、できたところにもう一つ加えてっていう、それをたくさんやりました。あれがすごく良かったと思いますね。連続飛び、結構ギリギリで入ってくると次立て直して上に飛ぶことが非常に難しいですよね。それをグッと短い時間で重心を真ん中に入れて次上に飛んでまた何かやる、それの繰り返し繰り返しの練習でした。こういうのをたくさんやったことで今になって考えてみれば、トランポリンの連続技の練習というのは、着地が強くなる練習、それから、空中感覚、自分が今どこにいるかっていうのがね分かる練習になったと思っております。さて、中学3年の全中大会も終わり、いよいよ高校受験になりました。私たちの頃は、スポーツ推薦というのがまだない時代でした。なので、もちろん高校も大学もですね、受験をしなければいけません。近くに体操の強い高校もあったのですが、そしてまたそこからのお誘いもありましたが、わけあって、東京都立駒場高校を受けることになりました。非常に難しい倍率の高い高校だったので、中学校の成績がだいたいオール3ぐらいの成績だったので、それでは受からない、相当勉強しました。そして晴れて都立に合格しました。そこに通うことになったのですが、電車で約1時間40分かかる距離でした。それはなぜそれだけかかるかというと、自宅から蒲田駅までの約1キロを自転車でダッシュ、その後階段の昇降が1、蒲田駅、そして次の乗り換えの品川駅、そして渋谷駅、そして駒場東大駅前、そして高校の前の大通りと5回も登って降りてがあるんですね。教室は3年間同じクラス同じ教室だったので、そこが5階ですと5階まで登っていくわけですね。それを全部3年間続けて、まあほぼ走って登る走って降りるということを心がけてやっていました。現在のようにエスカレーターがついた駅の階段などはなく、我々の頃は全部、自分の足で登って自分の足で降りるという階段でしたので、相当な、労力ではありました。それがいい補強運動になって、現在というかその現役の頃の足の強さの礎になったかなというように考えています。これだけの脚力強化を行えば、高校の成績も上がったろうというふうに思われがちですが、実は高校の最高成績は、
高校3年の時の国体の4位のみでした。一応3年間ともに高校総体と国体には出場はしていたのですが、割と自由人である私、規定演技が弱かったんですね。そういうわけで総合成績は良くなかったことが多かったのです。どうもこの脚力の強さというのはもう少し後に生きてくるようです。さてここで大学入試です。私の頃はまだ大学入試で推薦というものはなくて、一般入試勉強してですね、先生方の勧めもあって順天堂大学を受けました。そしてまあ見事にというよりか、まあ、受かりまして、入学したわけです。しかし、高校3年までスポーツクラブで楽しく仲間と体操の練習をしていた私は、大学に入ってガチッとこう固められるというかですね、厳しいルールの中で、合宿生活をするというのが非常に苦しく、またカルチャーショックですね、あまりの環境の差によって、もう大学にいること自体が苦しいということを最初に経験しました。でそれが半年ぐらい続いて、まあ生活も多少乱れ、1年間は体操の練習はほとんど、まあ、できない状態というようなことが続き、精神的にも非常に辛く、カルチャーショックですね、大変でした。最後まで諦めずに面倒を見ていただいた大学の先生がおりまして、そのおかげさまで落ち込んでいたところから這い上がったり、粘ってまたその頑張りが実り、1977年3年の時にインカレの個人総合8になりました。そしてそれをきっかけにヨーロッパ強化ツアー参加などで頭角を現して、翌1978年4年生の時ですね、での全日本インカレ個人総合優勝を果たし、そしてまたその年は中日カップ優勝、個人総合優勝、全日本選手権11位、これは12番までがナショナルチームという、チームに入れて A 級番号がもらえるので非常に名誉あることです。 A 級番号53番を獲得しました。そしてその年、12月にアジア大会が行われまして、アジア大会で跳馬、平行棒、鉄棒の3種目で金メダルを取りました。その翌年、1979年ユニバーシアード大会では団体の銀メダル、そして平行棒銅メダルを獲得しまして、1980年になり鯖江市で行われた NHK 杯兼オリンピック最終予選会で個人総合5位になり、オリンピック代表の座を勝ち取りました。この頃は、上位6人が、オリンピック代表選手になって、7位が補欠という、決まりがありましたので、5位で、オリンピック代表決定ということになったわけです。しかしソビエトのアフガニスタン侵攻に反抗したアメリカ合衆国がモスクワオリンピックをボイコットしてしまいました。そのため日本もそれに追随して、ボイコットとなり、幻のオリンピックとなったんです。1981年2回目のユニバーシアード出場では選手団の主将を務めました。その翌年1982年の2月から文部省在外研修員として約2年間カナダのトロントにあるヨーク大学に留学して、社会体育と語学の勉強をしました。留学中にアメリカ西海岸の USC University of South California っていうとこがありまして、そこのドクターコース取得の手続きを終えていました。しかし金谷体育大学の教員にならないかというお誘いがありまして、
1984年4月に金谷体育大学に奉職しました。ここまでが私が生まれて、そして金谷体育大学に来るところまでの話でした。ここからが大学のお話になります。開学と同時に奉職し、オリンピック金メダリストの宇野隆先生と共に体操競技専門教員としてスタートしました。学生は1期生の1年生だけであり、講義棟や体育館などの設備も 50% ぐらいしか完成しておらず、さながら工事現場の中で大学の授業をやっている感じがしました。入学式は総合体育館で行い、教室の一室に教官室がありまして、全教官がまるで中学校の職員室のようにずらーっと並んでいました。それはとても印象的でした。幸い体操競技の設備は専用体育館として完成しており、当時としては日本一と言っても過言でないとても立派な設備でありました。しかし1年目の体操競技の部員はただ一人、マンツーマンで指導を行っていきました。研究の話といたしましては、学生時代には順天堂大学の時に卒業論文として真偽の可能性、つまり新しい技がどういう可能性があるかという研究をいたしました。これは自分が実際の現役時代に他の人ができない新しい技をたくさん作って、それをもとに点数を取って上位に上がってきたということから、そういう研究をしたわけです。そして大学院、順天堂大学の大学院時代には、着地技術の基礎研究ということで、今度はこれもやはり私が得意だった着地、トランポリンをたくさんやって、培った空中感覚と、重心を真ん中に入れるという、着地の能力に関した研究をライフワークとしてやろうということで、金谷体育大学に入ってからはその大学院で学んだ基礎研究をもとにして、いろいろな着地を止めるための練習方法とか、そういうものの研究を36年間してまいりました。その間には床の3回宙返り、これは開学5年目か6年目ぐらいに渡辺くんという学生がいまして、日本で初めて床運動で3回宙返りを行いました。でこれの、技術分析ですね、そういう研究もいたしましたし、いろいろな種目や他の技の研究もいたしました。しかしその8割ぐらいは、着地の研究ということで、頑張ってやってきました。最後にはリバウンド、要するにただ降りて止まるということではなくて、降りた後もう一回跳ねるリバウンド、特に床運動の宙返り宙返り宙返りとかいうのもリバウンドの連続ですね。そのリバウンドも一つの着地をして次にまた出ていくという、ここの着地の部分をですね、どういうふうにすれば上手になるのかというような研究もいたしました。教授になる時の論文でそれを全部まとめて、実際にこういう練習をしたらこうなった、それで、学生に、4年間それをずっとやらせたらこういう成績が出たという実践研究です。それを研究として出して、非常に高い評価を得たのは、とても嬉しかったことです。体操競技部の部活動について話をいたしたいと思います。体操競技部員は先ほども話しましたようにわずか1人から始まりました。1年間はマンツーマンで練習をしまして、2年目には
一般入試でまたこれ1人入ってきました。2人になったわけですね。3年目に推薦制度が確立されたために男女各3人ずつが合格して8名となりました。そしてやっと部活動らしくなってきました。男子におきましてはこの3年目で5人揃ったのでチーム活動として出れるよう試合に出れるようになり、全日本インカレも11位ということですね。11位というのは規定落ち、昔は規定と自由がありまして、規定で何番かに入らないと自由演技には出れないということで、初年度は規定で落ちて自由演技はできませんでした。今思い出すのは人数の少なかった時期、車で部員全員を乗せて試合に行ったことをよく覚えています。もうそれこそ、東京での試合とか、山形で会った時とか新潟で会った時とか全部車で往復しました。まあさすがに今はできませんが、若かったんだなと思って振り返って思うと本当に懐かしい思い出ばかりです。男子は一部7位まで一気に駆け上がり、5年連続で7位だった時にはもうこれちょっと頭打ち、これ以上にやり方はないんじゃないかというぐらいいろんなやり方をしましたが、ずっと7位でどうしても6位に入れませんでした。精神的にも肉体的にも、くたびれ果てて、学生にもその時期には多くの迷惑をかけたと思います。反省してます。私の上で上司をされていた松本正剛先生が退職されて、入れ替わりに助教で村田先生という若い先生が男子を率いてくれたことで、また男子の体操部も復活し、2部優勝から一気に3位まで駆け上がりました。天下の日本体育大学を抜いて我が部男子では最高位の準優勝を勝ち取ることができました。私が金谷体育大学最後の年度にこのような最高位になれたことは大変に嬉しく、村田先生をはじめ学生たちにもそして家族にも心から感謝をしたいと思います。ありがとうございました。女子に関しましては、指導していたのは開学から松本先生が報職するまでの3年間と、村田先生が報職してからの1年間だけでありました。その間各先生方が粉骨砕身で指導してくださったことで、2000年平成12年ですねに全日本インカレで2位を勝ち取っています。考えてみますとあっという間の36年間でありましたが、開学からこれまで関わってこられたことに関しまして、初代体操部部長の小野隆先生に感謝の意を表したいと思います。それとともにこれまでに関わりのあった松本正剛先生をはじめ、森尾舞子、長澤文子、金谷真理子、斉藤拓、八木先生ご夫妻の各先生にも心より御礼申し上げます。そしてこれから金谷を率いていく村田健介、中谷大輝両先生にはぜひとも全日本インカレ、全日本選手権の優勝、オリンピック選手の輩出をお願いするとともに、今までのように卒業してから役立つ精神的な教育、挨拶や一般的な常識、気遣いなど怠らないようにしていただけるとさらに嬉しいと思います。大学で行う仕事の内容は、授業、学生の指導、研究、そして地域貢献というものがあります。地域貢献というのは地元の人たちに私たちの体育大学の施設、それから指導者を提供してサービスをするという国立独自の大きな目的があります。そして今回地域貢献についての話をしたいと思います。地域貢献として私が一番大きく行ってきたことは NIFS スポーツクラブ、
要するに大学の中で行うスポーツクラブを35年間やってきたということですね。最初は開学2年目の時から、公開講座という大学の中での、講座で体操教室というのを始めました。10人ぐらい集めて、全部で10回、1時間を10回ぐらいのものを、年に2回やっていました。最初の数年はですね。そしてだんだん人気が出てきまして、いつも、待ってる人が多くて、たくさんいっぺんにできないっていうことになってきました。そこで、指導者は私だけだとどうしても人数、限られた人数にしか教えられないので、学生に指導の方法を教えて、その学生が子どもたちに指導をするという形で、たくさんの人たちに来てもらうというような形の体操教室になりました。だんだんと人数が増えてきまして、一番多い時で、300名近く、270何人かっていうのを覚えています。でその頃は、もう年間を通してのスポーツクラブになっていまして、毎週水曜日と土曜日に行っていました。非常にたくさんの子どもたち、幼稚園から小学生に、体操の指導を続けて、鹿屋市では非常に人気のあるスポーツクラブです。途中からですね、公開講座からスポーツクラブになり、独立してですね、で今度はスポーツクラブから総合スポーツクラブ、そして、NPO 法人になりました。ニフススポーツクラブは35年間を通してずっと行ってきました。その他の地域貢献に関しましては、縄跳びとか実技指導、あと機械運動の指導者講習とか、いろいろな形でありました。それは鹿児島県内にとどまらず、宮崎、熊本、遠くは愛知、東京などでも講演や実技指導を行ってきました。内容のほとんどは縄跳び指導です。縄跳びはまだ指導者が少なく、スポーツ縄跳びという新しい形での縄跳びだったので、あちらこちらで、指導者に対して私が指導をすると、こういうふうに指導をしたらいいですっていうような、コツやらですね、そういうことをいろいろ講演で話したり、実技指導で指導してきました。で次に多かったのは機械運動ですね。体操競技に近いところですが、機械運動というのは、学校体育の中での、マット、跳び箱、鉄棒、平均台という種目になります。そして、オリンピック選手としての講演も結構たくさんありました。他にはラジオ体操とか鹿屋市の市民体操の作成、中には子育て教室とか歩き方教室、高齢者の体育指導、親子体操など、とにかく本当に多くの種類を話したり実技指導したりしました。その数はニフスの数を除いて総計で188回、延べ人数は14,000人、結構多くの人にいろんなことを教えてきましたが、それも懐かしい思い出となりました。特筆すべきは留学時での外国人への体操、そして縄跳び指導、これはドイツでも行い、カナダでも行いました。そして日本では小学校体育の授業、成果の授業ですね、を1年間22回連続で行い、2年間続けて行いました。また鹿屋市の健康体操を作ってくださいということをお願いされまして、非常に長く半年ぐらいかかりましたが、健康体操を作り DVD にして、鹿屋市民に配って、そして皆さんが健康になるためにラジオ体操をやるような形で鹿屋市民体操を今でもやっていただいています。これが非常に大きな仕事だったと思います。それでは2時間目に入ります。2時間目は
手作り体育という科目です。今の時代は何でも買って、そして壊れたら捨てて、でまた新しく買うということが非常に日常的に行われています。そういう中で、自分たちで体育の道具を作って、そしてそれで遊ぶ、体育をするということの大切さを学ぶことも含めて、今日は、みんなで手作り体育の体育道具を作って体を動かしてみたいと思います。はい、それでは始めたいと思います。手作り体育のフリスビーです。フリスビーってのは皆さんご存知ですね、こういう平たい円盤でピュンと投げてスーッと飛んでいく、時には投げたフリスビーを犬が走ってってカッと加えていく、持って帰ってくる、まあそのようなですね、フリスビーを簡単に新聞紙とコピー用紙、まあこれはどんな紙でもいいしビニールでも構いません、そしてビニールテープもしくはセロテープ、そして爪楊枝が1本、1本でも足りますけど一応2本、そしてまあハサミ、まあハサミもあれば、あ、ハサミはないとダメですね。はい、これだけで、作っていきたいと思います。それではまず新聞紙、まずこの見開きのものをこう一つ二つ折りにしたものをこのようにします。そしてまず1回折ります。できるだけ、まあ、正確に折った方があと綺麗な、フリスビーが出来上がります。この折り目をきれいに折りましょう。そして2回目折ります。少し爪でこう伸ばすような形ですね。そして3回、もし私の方が早くてそちらが追いつかないときは1回ビデオをちょっとコピッ と一時停止してですね、それで、追いつくところまでやってからまたピッと押してください。今何回行きましたっけ。3回行きました。次4回目ですね。できるだけ合わせてきれいに4回目、こう爪を使ってこう筋目をしっかりまっすぐつけてください。そして5回目、ちょっと折りにくくなってきますけどしっかりと折ってください。長さもできるだけ合わせた方が後で飛びやすいフリスビーになります。はい、こういうように5回折るとまっすぐの棒が出来上がります。この端をビニールテープまたはセロテープで留めますが、まずここを端、一番端っこですね、ギュッちょっと力を入れてしっかり留めて、小さい穴が後からできるようにまず留めます。こちらの端も留めます。でここ真ん中もですね、少し開かないようにするために小さく真ん中もここも少しギュッと力を入れて止めておきます。そしてこういうような形になりますね。ここの紙のところはこのままでももちろんこういうふうにしてできるんですけど、後々強さ、それから少し重さを持たせると距離が飛ぶようになるので、重さをつけるためにここにビニールテープか、セロテープでこういう感じでですね、ぐる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 巻きにしていきます。やはり出来栄えによってよく飛ぶ飛ばないっていうのが出てきますので、できるだけがっちりといいものを作りましょう。ここで1回切ります。そして手でこうですね、もう一回ガチッとこういうようなギュッギュッギュッってこうつけ、しっかりつくように 2,3 回こうしてください。でこの時もギュッギュッとやりながら少しずつですね、こういうふうに丸くするような形でしていくと、後でつけた時に綺麗な、ね、綺麗な丸にこうなってきます。はい、それではここまでできましたら
下でちょっと輪っかをこう作ってみます。こんな感じですね。でまだこうやると少しビニールテープがちゃんとついてないところがあったりするんで、ギュッギュッギュッと押しながらですね、しかもできるだけ丸くなるようにしてください。まだガクガクしたところがあると、こういう角でこういうような風にしてしごくと割と丸く綺麗な丸になりやすいですね。はい、ここで爪楊枝を半分に折ります。まあ、V の字のこういうような形になるんですけど、これが取れちゃっても構いません。 V の字になったら、この V の字の V の下のところをこのここにキュッとこう丸くすると穴ができますから、ここにキュッキュッと押し込んでください、ね、半分ぐらい押し込んで、そうすると後の半分をこちらにこう入れますね。入れにくい時もありますけど、少し中に空間を作って、逆に少し入れにくいのを無理して入れるぐらいの方が強くつきます。また入れにくい時は少しこうとんがったものでこう穴を大きくしてあげてですね、そして入れてください。よし、入ってました。終わりました。そうするとここがね、こう折れなくなるんで比較的丸に近くなります。これをギュッと押したままテープを用意しといて、テープをこのぐらいですね、こう本当は全部切って用意しとくといいんでしょうね。そしてこれをもう一回ちょっと確認、ギュッと少ししっかり隙間が開かないようにしてここにつけます。ここは離れないように少し二重三重にしっかりとちょっと強く引っ張りながらですね、引っ張りながらこうつけるとガッチリつきます。はい、これで大体輪っかは出来上がりですね。こういうふうにしてこう斜めにならないようにここでこういうふうにですね、少し矯正してあげてください。こういう形になります。はい、それでは紙を当てて動かないようにして、まあこれをこうですね、丸を描いてください。もしくはこれの直径が分かっていれば、この直径でコンパスで引いてやるともっと綺麗に描けるかもしれません。こんな感じになります。ハサミで切りましょう。そしてここにこうつけるわけですね。その前にここになんか絵とかなんか絵かなんか描いてもいいですし、子供でしたらね、絵を描いたり名前を描いたり、またその絵が描いてある写真みたいなチラシとか、そういうのを綺麗に見えるように切って貼り付けるっていうのもいいかと思います。私はここにサインを入れます。純一北川ですね。なんですね、大したことないですね。はい、これをここに合わせて貼り付けるんですけど、貼り方としては一応上、そして下、横、横、まずこの4箇所を、少し長めのテープで留める。そして空いたところの4箇所を長めのテープで留めると大体全部埋まります。でもし隙間があったら、隙間のところもまたこう細かくテープをしていくと、もっとより確実だと思います。ビニールテープでやります。まず何個か切っておきま す, です、ね、こう準備をして、はい、では8個できたのでやっていきます。こういうようにしてくっつけるやり方もありますし、まあこの方がやりやすいですね。まず一番上をこのようにしてつけます。こんな風になります。そしてたるみができないように少し
張りながら、髪はちょっと大きかったですね。髪は大きかったらこうギュッとこう曲げて構いません。そして2つ目、これは2つ目の髪をこういうふうにギュッとこうここにこうつけてから、これをテープを一緒に引っ張るといいと思います。ただしここはあんまり引っ張りすぎると横が狭くなってしまうので気をつけてください。2つ目は気をつけて、こっちとこっちがギュッと引っ張られますから、ね、はい、こういう感じで3つ目いきます。今2つつけました。こういう感じです、ね、少しこっちにグッとこう引っ張るような形で伸ばして、伸ばされたところにつけますが、初めにこの端をつけておいて、そしてこれをギュッとこう引っ張るような形ですね。いきます。そして4つ目、ここですね、4つ目こうつけて、それから引っ張ります。こういう風に引っ張りながらつけるという感じですね。ちょっといびつになりました。そして今4つ4箇所ついております。 1,2,3,4 とつけましたから、あとここ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 につける作業を行います。そうするとこれでサイン入りのフリスビー出来上がり。ちょっといびつなんで飛び方がピョンピョンピョンっていう飛び方になると思いますけど、これでシュッとこう飛ばすようですね。いきます。あとで、これで実技をやりますので、実技をやるときには広いとこに行くか、まあ、家の中でも周り物を壊さないようにして飛ばしてみましょう。で、一つ今これからちょっとやってみたいのは、まずこれを2つに折って真ん中を出します。大体でいいです。で、真ん中が分かったらそこに真ん中にこれ2箇所こう折ると、中心が出ますから、中心に丸をしてそこから線を引きます。こんなようにですね、こんなように線を引きます。そして反対側にも、それと対照的な線を引いて真ん中に点々を打ちます。風車みたいな形になるんですね。風車みたいな、こういう感じですね。見えますでしょうか。こういう形になります。で、ここに切れ目を入れます。ハサミで今の実線のところに切れ目を入れます。この切れ目を入れることによって飛び方が面白くなるんですね。複雑な飛び方、ギューンと上に上がったりですね、急に下にギューンと下がったりですね、面白いです。非常にこのように切れ目を入れて、真ん中はちょっと残しておきます。真ん中入れちゃうと全部いっぺんにこう開いちゃうんで気をつけてください。真ん中は1センチぐらい残してください。そしてじゃあ最初に上に上がるやつを作りますかね。こうもうお分かりだと思うんですけど、これの折り方によって風が空気が上に行ったり下に行ったりするんですね。こんな感じですね。見えますかね。こんな感じです。片一方下、片一方上になんていう折り方も面白いかもしれないですね。あと片一方だけにするとかも面白いかもしれないです。要するにこういうふうに飛んでいく中で空気がここから上に上がるってことは、これはこう回れば下に下がっていくんですね。逆にこういうふうに行けばここに当たってこれがブワーッと上に上がっていくわけですね。こういうようなのをここにくっつけますと、またこれが面白い飛び方をすると、そういう工夫の仕方もあります。要するにここをビニールにしても面白いですし、
こういうように穴開き、1個穴開けてもいいですし、これ2個穴開けて、また3、4って4個ぐらい開けても面白いかもしれません。果たしてどんな動き方をするのか、どういう飛び方をするのか、ね、楽しみです。はい。それではこれから輪ボールの作り方をやります。これを3本つないで、まず3つの輪を作りますね。この輪にしたところにまずつけますが、つける前にビニールテープでこう全部巻いてからしてもいいですし、つけてからビニールテープを巻いてもそれはどちらでも構いません。このようにキュッと入れて引っかかるところまで入れます。そしてこっち側にうまく顔を作って、ちょっとギュッギュッギュッと押し込むような形ですね。そしてテープを貼ります。ギュッとこうつけた状態でくっつけられるといいですね。これで今輪っかが2個できました。はい、できました。3つ目。はい、3つできたらですね、これをですね、今度は1つを1つの輪っかにちょっとギュッとこうして入れます。テープを4箇所留めるので、はい、4つに切ります。はい、ここからですね、先ほどの真ん中と真ん中、綺麗にこうならないようにですね、できるだけ真ん中と真ん中でしっかり留めます。こっちとこっちとですね、こうバツになるように、まず軽くと、これは仮留めですね。この後にもう一回がっちり留めます。そして次、真ん中になるようにこうですね、しっかり真ん中になるようにここに留めます。こうまず持ってきたら、ここから横に行って、そしてバツにこう風ですね、こういう感じにするとバツバツで止まりましたですね。こういう形になります。まずですね、でここにもうご察しの刺していると思いますが、外側でもいいですし、まあ僕は内側に入れます。内側に入れて、これも左右均等に真ん中真ん中になるようにします。この時ですね、この、折れるところ、もし分かったら、この最初につなげた部分のところが、まあここに来る方ががっちりすると思います。つなぎ目にですね、つなぎ目にその、つないだところがここのつなぎ目に来ると割としっかりつくと思います。これをつけてみます。まあ、これで多分、これでもうある程度がっちりしてますけど、まだ1回止めなんで、弱いと思います。使ってるうちに消えちゃったり外れちゃったりするんで、もう1回、今の止めをもう1回行います。一回確認してください。止まってないところがあるかどうか。全部で 1,2,3,4,5 6箇所止めになります。これで輪ボールの出来上がり、こんな風にですね、まあ転がりますし、あらあらあら手も入ります。ということは、投げてきたのをここにこう入れたりとかですね、足でこう引っ掛けてポンと蹴ったり、さっき作った棒ですね、棒なんかを用意すると、例えば、どんなのでもいいんですけど、新聞紙で、まあ、剣じゃないですけど、まあ、こう丸めて棒を作ります。投げてきたやつをポンってここで入れて取ったり、これでまた投げたりですね、もうできます。あとで体育館でこれはいろんなやり方を説明します。はい、それではこれから実技です。フリスビー、そして輪ボールを使って実技を体育館でします。それではブーン。はい、それでは実技を始めましょう。はい、それではこれから投げ方の説明をします。フリスビーを持ち方ですね。まずは、フリスビーの裏に指を4本入れます。そして親指を上に乗せて
こういう形ですね。一番オーソドックスな普通の投げ方です。ここをこういうように腕を丸めてフリスビーがここに来ます。そしてこれがこう開きながらフリスビーが飛んでいきます。こうフリスビーがたくさん回ればそれだけ安定して飛んでいきます。フリスビーの周りが弱いとエロエロエロとなってあまり飛びません。ではこういう感じで投げま す, です、ね、もう一つは逆に今度はこっちからこう投げる方法があります。これは指を1本ここに人差し指を入れて親指を上に2本で持ってここであと支えます。こうですね。でこれはこういう風に投げますからここから手首で回転がついてこう飛ぶように、この飛ばし方は距離を出すときに使います。そして投げ方が難しいです。こっちは優しいです。こっちでだいたいやるようにしてください。はい、それでは次は輪ボールです。これはフリスビーを作った輪っかを3つ使って作っていますね。普通のボールだと指はここに入りませんが、これは指が入り、しかも細いところがたくさんあってどこでも掴めるという特徴があります。でこれを利用して、いろんな遊びをします。でボールをまず投げたり取ったりですね、取るときにこの中に手をこう入れて取ったりもできます。2人で投げ合ったり自分でこう投げて取ったりで指を入れたり手を入れたりすることができます。このような感じですね。そしてまたこういう棒を使うとまた違った遊びができます。でこの棒は、フリスビーを作った時の最初に作った棒です。今テープが貼ってありますが、これを全部テープ貼ると結構カチカチになってこううまくできますけど、これは今ちょっと柔らかいので真ん中辺を持って使ったりします。投げたのをこういうふうにしてね、入れたりここからまた投げたりします。このようにしてこの棒を使って2人でまた遊ぶことができます。とにかくいろんなことができます。普通のボールだと棒は刺さりませんが、これは刺さるということですね。手を入れたり足を入れて足の先でポンと投げたり、また足で蹴ったり、もういろんなことができるわけです。大丈夫だね。見て見て、ありゃあったありゃありゃもう使います。じゃんじゃじゃん。はい、これで手作り太鼓を終わります。またどこかでお会いしましょう。おふみだぜー。以上で私の講義はおしまいです。開学から36年間皆様には大変お世話になりました。心より感謝しております。もし街で見かけた時にはぜひ声をかけてください。ご清聴ありがとうございました。